三陸縦貫自動車道三陸縦貫自動車道は宮城県仙台市の常磐自動車道仙台東部道路を起点とし岩手県釜石市で東北横断自動車道釜石秋田線釜石自動車道と連絡し岩手県宮古市に至る高規格幹線道路国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路一般国道の自動車専用道路である一部に 宮城県道の区間も含まれるが、当該区間も一般国道自動車専用道路として扱われる、工術、仙台松島道路。開通区間の道路名は三陸自動車道、略称は三陸道である。上磐自動車道、三陸北縦間道路、八戸ヘク自動車道と一体となって三陸沿岸地域の物流を担う道路である。千円道路は、 三陸縦貫自動車道、仙台高北インターチェンジ、宮城県仙台市宮城井の区リフ塩釜インターチェンジ、リフ中インターチェンジ、宮城県宮城郡リフ長官の事業名である。東日本高速道路株式会社が、一般有料道路三陸自動車道として、管理している。2011年、平成23年11月21日、2011年、 平成23年度第3次補正予算により、全区間の4車線化及び、多賀城インターチェンジが事業化され、2016年、平成28年3月27日に4、車線化と多賀城インターチェンジの設置が完成。仙台松島道路は、三陸縦貫自動車道、リフナカインターチェンジ、宮城県宮城郡リ府町なる奥松島インターチェンジ、 宮城県東松島市間の事業名である。1976年、昭和51年12月9日に、東北自動車道台湾イ,インターチェンジが開通すると、石巻方面からの自動車や鮮魚トラックの多くは、首都圏方面への窓口として、台湾イ,インターチェンジを利用するようになった。だが、そこに行くために使う県道山と松島線の松島川起点。 発言決源交差点までは、松島海岸での渋滞を嫌って、県道仙台松島線、通称リフ街道に迂回して、仙台へ行こうとする多くの車と一緒国道45号、あたご交差点を右折、共用する形で通らねばならず、発言決源交差点で、さらに右折がある。また、あたご交差点手前の国道45号、今巡る交差点では、 枠谷方面からの国道346号が合流。さらに、台湾イ,インターチェンジから県道山と松島線。県道仙台松島線経由で国道45号。松島海岸方面へ向かう観光客の増大により、発言決電。県道仙台松島線あたごたい、国道45号。今巡るの区間が朝、夕夜行楽渦に服装。時には渋滞するようになった。 東道路第一期工事として、松島大佐と IC 松島北で入り口間が選ばれた背景には、松島大佐と IC を、発原決電交差点の西側、東北自動車道タイ湾インターチェンジよりに設置することにより、石巻方面からタイ湾インターチェンジへの短絡路を作って、当該混雑区間の通行回避、物流の確保を行うと同時に、国道四十六号からの流入者、 リフ海道仙台方面へ向かう車との交通の分離を図るためでもあった。このため、当初の松島北出入り口は、今巡る交差点手前のさらに石巻よりの国道を45号から、ストレートに出入りできる構造が取られた、現在の松島北インターチェンジは、成瀬奥松島インターチェンジ延伸時に、大崎市鹿島台方面からの道346号側に付け替えられている。 仙台松島道路、リフナカインターチェンジ松島北インターチェンジ間は、当初、県道仙台松島線のバイパス、一般有料道路として、建設、供用されたが、後に、三陸縦間自動車道が構想され、松島北インターチェンジルセオ奥松島インターチェンジ、間が開通した際、道路名を、三陸自動車道に改めた。 三陸縦貫自動車道の仙台松島道路の一部区間は県道仙台松島線に指定されていて都道府県道が国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路一般国道の自動車専用道路となっているのはこの区間だけである松島北インターチェンジなるせ奥松島インターチェンジ間は県道のバイパスではなく国道四十五号に対応する高規格幹線道路 一般国道の自動車専用道路として作られたことから、松島北インターチェンジ、成瀬奥松島インターチェンジ、間は、成瀬道路と分けられることもある。リフナカインターチェンジ、松島北インターチェンジ、松島北インターチェンジ、成瀬奥松島インターチェンジ。宮城県道路公社により、仙台松島道路の内松島海岸インターチェンジ、松島北インターチェンジ間 7.5km の4。 車線事業が2014年、平成26年3月25日完成。先行区間として、リフナカインターチェンジ松島海岸インターチェンジ間が2012年、平成24年7月12日に4車線化し、同区間のカスガ PA が2012年、平成24年8月8日にオープンした。当初の完成予定は4車線化、カスガ PA ともに2012年、 平成24年3月末までであったが、東日本大震災の影響で建設期間が延期された。春日 PA は三陸自動車道で初めて売店、軽食コーナーも設置され、売店として24時間営業のミニストップが出店している。東北自動車道を除き、近隣の高速道路網では三陸自動車道の山戸 PA に引用自動販売機があるのみで、 利用者にとってサービスは格段に向上した。ただ、ガソリンスタンドの設置予定は現在のところない。松島北インターチェンジルセオ奥松島インターチェンジ。間 6.8km の4車線化は2012年、平成24年8月着手。2015年、平成27年3月30日完成。山本石巻道路は三陸縦貫自動車道。 な瀬せおくまインターチェンジ、宮城県東松島市物音良さとインターチェンジ、宮城県石巻市間の事業名である。延長は 26.5km。現在は無料で通行できる。2010年、平成22年度から、山本 PA 石巻か南 IC 間の IC 分、合流部の拡幅工事、4車線化事業が着手され、2011年、 平成23年7月31日、山本インターチェンジ付近の 2.6km が暫定開通ではあるが4車線化された。また、2011年、平成23年11月21日、2011年、平成23年度第3次補正予算にて、全区間の4車線化、石巻小長 IC が事業化された。2015年、平成27年10月4日に、 な瀬奥松島インターチェンジ石巻小長川 IC 間同 IC の設置を含むが4車線化され2017年平成29年3月30日には石巻小長川 IC 物音良とインターチェンジ間の4車線化も完成全区間が4車線化された物音山道路は三陸縦貫自動車道物音良とインターチェンジ 宮城県石巻市止めインターチェンジ、宮城県止め市間の事業名である。延長 13.8km、無料で開通している。豊間静川道路は、三陸縦間自動車道止めインターチェンジ、宮城県止め市大室川インターチェンジ、宮城県元吉郡南三陸町間の事業名で、ある。延長 16.1km、止めインターチェンジから新米谷大橋で北上川を、 越え、止め島はインターチェンジ、止め市東和町前や間 5.0km が2010年、平成22年3月22日完成に車線で開通した。三陸自動車道で最初の完成に車線での共用区間である。ただ、計画は4車線であるため、橋梁は暫定に車線である。残る区間である止め棟はインターチェンジマイナス室側、インターチェンジ間については、 2011年、平成23年11月19日に、静川トンネル、歌唱が着手し、2012年、平成24年4月25日着工し、2013年、平成25年3月3日に貫通した。国土交通省東北地方整備局によると、2015年、平成27年度開通予定としていたが、2015年、 平成27年9月の関東、東北豪雨でのり面にひび割れなどが発生し、補修に時間がかかるため2016年度以降に、開通が延期され、止め島はインターチェンジ、三滝道 IC、止め市東和町前や間 2.0km は2016年、平成28年4月16日に先行開通。三滝道 IC、 マイナス室川インターチェンジ間 9.1km は2016年平成28年10月30日に開通した。南三陸道路は宮城県元吉郡南三陸町の心座室川インターチェンジ宇達インターチェンジ間に計画されている三陸縦貫自動車道の事業名である2008年平成20年度に新規事業化された。 心差し通貨はインターチェンジ。南三陸海岸 IC は2017年、平成29年3月20日に、南三陸海岸 IC 宇津インターチェンジは、同年12月9日にそれぞれ開通した。宇津元吉道路は、復興道路三陸沿岸道路、三陸縦貫自動車道宇津インターチェンジ、元吉津やインターチェンジ間の延長 12.0km の事業名である。 2011年、平成23年度に新規事業化。うたつインターチェンジ小泉海岸インターチェンジが2019年、平成31年2月16日に開通した。小泉海岸インターチェンジ元吉津屋インターチェンジは2020年、令和2年内に開通する見通し。完成に車線ではあるが、中間のうたつ北インターチェンジ付近に約1。 キロメートルの追い越し車線が設けられている。元吉気仙沼道路は、宮城県気仙沼市にある、元吉津谷インターチェンジ気仙沼中央インターチェンジ、間の延長11.1キロメートルの事業名である。2004年、平成16年にパイ、市民三角型道路計画、プロセス概略設計、ルートが決定された。このうち、一期区間として、 気仙沼市元吉町下丸付近から同市松崎、高谷付近までの大屋海岸インターチェンジ、気仙沼中央インターチェンジ間7 1キロメートルのルートは渋滞等を考慮して先に決定された。この区間は原道である国道45号が唯一の幹線道路としてあるのみであり、慢性的な渋滞を発生させている。2011年、平成23年度に2区間である。 気仙沼市元吉町、津屋長根道市元吉町旧丸の元吉津屋、インターチェンジ大屋海岸インターチェンジ間の延長 4km が完成に車線で新規事業化した。2期区間の気仙沼市元吉港に上下線から利用できる元吉パーキングエリアが設置されている。気仙沼市の計画では PA の隣接地に 物販施設を民間事業者より設置することが検討されている。大屋海岸インターチェンジ気仙沼中央、インターチェンジは2018年、平成30年3月25日に、元吉津屋インターチェンジ大屋海岸インターチェンジは2019年、平成31年2月16日に、それぞれ開通した。気仙沼道路は、復興道路三陸沿岸道路、三陸縦貫自動車道、 気仙沼中央インターチェンジからくわ南 IC 間 9.0km の事業名である。2011年、平成23年度に新規事業化。気仙沼港 IC 大島 IC 間に、気仙沼案、気仙沼港大川と共に一気にまたぐ 1344m の気仙沼案横断橋が建設される。東区間のルートは、初期計画段階で大まかに、気仙沼港を渡る。 海側ルートと県道である国道45号、気仙のバイパス沿いを通り市街地を迂回する山側ルートが示されていた。東日本大震災に見舞われたことを踏まえ国は、浸水地域はなるべく避けるルートの方針だったため、山側が有力と思われた。だが、地元の水産、商工、観光関係者ともに強く、海側を要望したことにえ、 両ルートの事業費も異がなく路線延長が短い、海側ルートとなった。気仙沼中央インターチェンジ気仙沼港 IC は2019年、令和元年度末、気仙沼港 IC 唐桑南 IC は2020年、令和2年度末にそれぞれ開通する予定。唐桑道路は、宮城県気仙沼市を通る三陸縦貫自動車道の一部で、ある。 事業化が遅れている心座室川インターチェンジ陸前高田 IC 間で先行着工された。2010年平成22年12月19日に上り線を利用した暫定2車線で唐桜南 IC 唐桜小原木インターチェンジ間 3.0km が開通した。このうち霧立トンネル2009年 平成21年5月31日貫通が2039メートルと約3分の2を占める。唐桑高田道路は復興道路三陸沿岸道路、三陸縦貫自動車道唐桑小原木インターチェンジ、陸前高田 IC 間1 0 0トルの事業名である。2011年平成23年度に新規事業化、途中に 唐桑大宅パーキングエリアが設置されている。京泉沼市はパーキング隣接地に物産施設の設置を検討中。陸前高田町部 IC 陸前高田 IC 館は2018年平成30年7月28日に開通。唐桑青原木インターチェンジ陸前高田町部 IC 館は2019年平成31年3月21日に開通。 高田道路は、陸前高田 IC、岩手県陸前高田市大船渡小石海岸、インターチェンジ、岩手県大船渡市間の事業名である。延長 7.5km。2004年、平成16年度末に、大船渡三陸道路が全線回数したのを機に、隣接区間となる、高田道路も2005年、平成17年度より、本格的に工事着手した。2005年、 平成17年7月には、大船渡市と陸前高田市とをつなぐ通り丘トンネルの掘削を開始し、2006年平成18年10月に貫通。高田道路の開通によって、火曜下峠付近の線形不良区間や急勾配が解消される。大船渡三陸道路は、岩手県大船渡市の大船渡小石海岸、インターチェンジ三陸インターチェンジ間の事業名である。 延長 17.3km。大船渡小石海岸インターチェンジ大船渡、インターチェンジ間 8.6km が2005年、平成17年3月19日開通し、これによって、ほぼ全線が暫定2車線で開通となった、釜石 IC 方面開通時に、三陸インターチェンジが設置。岩手県立大船渡病院アクセス用の救急車、緊急退出路も設置されている。 吉浜道路は、岩手県大船渡市三陸町を嫌来から、岩手県大船渡市三陸町、吉浜の三陸インターチェンジ、吉浜インターチェンジ間の事業名である。2007年、平成19年度に新規事業化された。延長 3.6km。このうち、羅生峠を貫く吉浜トンネルが1 6 4 0メートル。 沖来高架橋が570メートル、吉浜高架橋が370メートルと構造物で、全体の7割を占める。2015年、平成27年11月29日に開通。吉浜釜石道路は、復興道路三陸沿岸道路、三陸縦貫自動車道、吉浜インターチェンジ釜石 JCT 間、延長14.0キロメートルの事業名である。 2011年、平成23年度に新規事業化。吉浜インターチェンジ釜石南インターチェンジ館は2018年、平成30年8月11日に開通した。釜石南インターチェンジ釜石 JCT 館は2019年、平成31年3月9日に開通。釜石山田道路は、 三陸縦艦自動車道釜石 JCT、岩手県釜石市山田南インターチェンジ、岩手県下平郡山田町間の事業名である。延長 23.0km。このうち、先行区間として、釜石両石インターチェンジ、釜石北インターチェンジ、間 4.6km が2011年、平成23年3月5日に開通した。 残りの区間の内大土インターチェンジ山田南インターチェンジは2019年平成31年1月12日に開通した。釜石 JCT 釜石両石インターチェンジが2019年平成31年3月9日に開通。釜石北インターチェンジ大槌インターチェンジは2019年令和元年6月22日に開通した。当初、釜石 JCT は 釜石自動車道と一般道である国道283号との接続点として IC も兼ねて計画されていたが国道283号との立体交点地に釜石中を IC を新たに設置することにし JCT の機能のみに変更された山田道路は岩手県下平郡山田町の三陸縦貫自動車道山田南インターチェンジ 山田インターチェンジ間の事業名である。2002年、平成14年に全線 7.8km が、暫定に車線で無料で開通した。2010年、平成22年12月22日に海中央、分離帯、センターポールが設置され、最高速度が時速 70km に引き上げられた。山田都道路は、復興道路三陸沿岸道路、 三陸縦貫自動車道、山田インターチェンジ、岩手県下平郡、山田町宮古南インターチェンジ、岩手県宮古市キ 14.0km の事業名である。2011年、平成23年度に新規事業化。2017年、平成29年11月19日開通。宮古市津軽石地区の上下線に津軽石 PA を設置する。下り線。 宮古方面側には、津波災害時に、一般車の乗り入れができる緊急避難路、上り線、仙台方面側には、住民の避難階段を設置。宮古道路は、岩手県宮古市の宮古南インターチェンジ、宮古中央インターチェンジ間の事業名である。延長 4.8km、2010年、平成22年3月21日に開通。 宮古中央インターチェンジへのアクセス道路である、宮古中央インター線の国土交通省施行区間が、宮古道路の事業名で建設され、2013年、平成25年3月23日に開通した。宮古太郎道路は、復興道路三陸沿岸道路、三陸縦貫自動車道、宮古中央インターチェンジ太郎北インターチェンジ間 21.0km の事業名である。 2011年、平成23年度に新規事業化。太郎正さ海岸インターチェンジ太郎北インターチェンジは2018年、平成30年3月21日に開通した。宮古中央インターチェンジ太郎正さ海岸、インターチェンジは2020年、令和2年夏頃までに開通予定である。三陸沿岸道路は、三陸自動車道、三陸北縦間道路、 八のヘクジ自動車道の延長約 360km を東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の復興道路とした名称であり、今後7年以内を目標に全線開通させるために、未着宿区間である、全11区間約 149km を一括に、した、事業名でもある。三道路沿線の追加予算処置でも、この三陸沿岸道路が事業名として使われている。 2011年、平成23年8月30日に、ルートが決定し、同年11月21日に、三陸自動車道の未着手であった国間約 59.0km が事業化した。事業費圧縮と開通時期を早めるため計画を見直し、すでに着手された未着工区間も含めて、計画を完成4車線から完成2車線へ変更し、 IC についても一部を除き簡易型のハーフ IC となった。なお、計画用に車線道路の完成に車線仕様での暫定開通の場合、森土部は完成に車線仕様の分離帯、橋梁、トンネル部は簡易分離帯と異なる、中央分離帯が設置されるが、今後の着工区間は全ての区間で上下線が分離され、暫定開通に比べ安全性が向上される。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。